どうも、フクロウです。今回はですね、こちらのレッドウィングの8087、アイアンレンジャーのスレートミュールスキナーの1年エイジング報告会になっております。あれからね、もう1年経ってたと、もう忘れてましたね。1月ね、22とかかな、2023のね、公開した動画で23年の、1足目の靴を買いましたという動画を撮ったんですけど、であれからね、もうかなり履き込んで、1年経ちました。で、まあ、大きく分けて見た目と、まあ、履き心地っていうところで、まあ、お話ししていこうかなと思うんですけど、まあ、まず見た目ね、僕が買った靴の中では、実質初めての肝系のレザーになりますね。まあ、正直一発目がね、ヌバックレザーなんで、まあ、あれもね肝系のレザーなので、初ではないんですけど、厳密には、まあ、2足目になるんですけど、まあ、このチャンネルをねご覧になってる方は、まあ、分かると思うんですけど、もう毛足はほぼ寝てね、もうスムースレザーと言ってもいいんじゃないかっていうような見た目に、まあ、なっちゃってるんで、もうこういうがっつりスウェード系のね革っていうのは、まあ、実質初かなとは思ってますね。この革靴1年間追ってきたわけなんですけれど、上げた動画としては、3ヶ月のエイジング報告とメンテナンス会、メンテナンス会で今みたいな感じになるんで、総集編とかもね作ってるんですけれど、結構そのスタイルとして、まあ、かなり二分するようなエイジングというか、まあ、メンテナンスをねしていきました。この靴に関しては最初はもう本当にそのまま履くで、結構その靴ずれするかなって思ったんですよ。まあ、いわゆるザ6インチ丈で、でこのアイアンレンジャーってこの外側になんかヒールガードみたいなのこれついてるんですよ。こういうのね、そうだ、これがもしかして合わないかなって最初思ったんですよ、履く前はね。なんですけど、まあ、そんな靴ずれすることもなく無事に履けましたね。で、正直何もせずにそのまま履いたんですけど、まあ、結論としてはなんか可愛いなっていう結論ですね。なんだろう、こう肝系のレザーに慣れてないっていうのもあるんですけれど、デニムで上にちょっとこうジージャンとか、まあ、今普通にこういうコンブレですけど、まあ、何かこうジャケット羽織って、まあ、履いたとしてもすごくねザ・ワークブーツの見た目に反してこの革のね質感のこの毛羽立ったこうパヤッとした感じのね毛羽立ちのミスマッチ感は正直ないんですけど、革そのものの質感に引っ張られてるぐらいの存在感、その強さっていうのはありましたね。なのですごくね武骨な感じというよりかはちょっと可愛らしい感じを最初感じました。はい。で、まあ、そこからだいたい3ヶ月ちょっと履いたのかな。まあ、今までスムースレザーに対してこうエイジングとかそういった経年変化っていうところを追ってきた身としてはすごく遅いなと思いました、エイジングが。うん、なんかね全然変わらないなって思って、もちろん細かい部分で見ると履きじわだったりとかっていうのはあるんですけれど、まあその目に見えて例えばちょっと焼けてきたりとかツヤが出たりとか、履きじわがとかっていうのは正直、まあ、ないです。なんですけどその後なんか掟破りのメンテナンスみたいな動画出したんですよ。まあ、何かっていうとこれ本当は公式的にはもう必須衣装なんですけど、もうダメだと思うんですけど、もうオイルアップするという暴挙に出たんですよね。こういったラフアウトのね靴に対してあまり良くないんじゃないっていうやり方なんですけれど、まあ、それをやった結果なんかね、まあ、ラフアのタフに近い質感というか、まあ、もちろん毛足は寝るわけなのでオイルをね含ませるので、なのであれなんですけど、まあ、もちろんその寝た部分っていうのはかなり色は濃くなるんですよ。なのでそうじゃない部分との色ムラっていうのは、まあ、当然できるんですよね。が、まあ、当然これレザーブーツなのでこういうくるぶしの部分とかね、このくるぶしの形にこうへこんだり膨らんだりっていうのは他のね、フラットボックスだとか、ベックマンと同様あるわけなんですけど、まあ、そういった形状の変化に、伴って、まあ、色もねちょっとこうムラが出たりっていうのはあったので、まあ、ちょっとそういった変化っていうのを見られて個人的にはおおって思ったんですけど、ただしねこのラフアウトの、一番アピールポイントというかわーって思ったポイントはやっぱりこの肝レザーっていうところだと思うんですよね、個人的に。なので、戻しました。それが、前回か前々回に出したカナダ和紙みたいなね、針金がついたブラシでガーッと全部こう毛足を起こすという、メンテナンスをしたんですけど、まあ、それによって、まあ、ほぼ元には戻ったかなという感じですね。まあ、ここまでがこの1年間動画を通して、まあ、やってきたメンテナンスと、まあ、エイジングって形になるんですけれど、最初にちょっと話したあまりエイジング見られないよっていうのは他のスムースレザーのブーツと比較した時っていう前提がつくんですけれど、履き込みの、じゃあ頻度は下がってんじゃないのっていうのはあると思うんですけど、正直そんな下がってないです、頻度は。うん、というのもちょっと他の靴には申し訳ないですけど、ちょっと
履く頻度を落として割とこっちメインで履いたんですよ。いわゆる1週間連続履きみたいなことはしてないですけど、まあ、大体でも1週間に4日履いたかな、4日とか3日とか履いてたので、頻度としては非常に高いんじゃないかなと思います。履きじわの部分、今話してるエイジングっていうのはこのアッパーに対してのエイジングになるんですけれど、このアイアンレンジャーっていうブーツの形状を加味してみたときに、キャップトゥーなんですよね。これってキャップトゥーなんで、このキャップトゥー の先端寄りのこの部分に履きじわが入るんですよ。僕ここにだけしか入らないと思ったんですけど、ここにも入るなと思って、そこはちょっと一つ発見だったんですけど、まあ、こことここに2本履きじわが入ると、場所的にはいわゆるプレーントゥーのブーツとまあ全く同じ場所にもちろん入るわけなんですけど、なんで、まあ、キャップトゥーであるっていうところを含めると、まあなんかちょっとなんだろう、デザイン的な違いでね、なんか見た感じもちょっと変わってきますし、まあただね、そのさっきちょっと可愛いなって話をしてたんですけど、1年履いてその感想はちょっと変わりつつあります。なんかね、徐々にオイルアップしたからっていうのももちろんあるかもしれないんですけれど、なんか多分油分が寄ってるんですよね。これ履いていくうちに、9111の時にもちょっと見られた現象なんですけど、中のオイルが寄って一部分濃く一部分薄くっていうのは、まあ多分あの店頭品とか見ててもねたまにあるんですけど、なんかねそれがより顕著に見られてるなというふうに思いました。ここで言うとつま先かな、これはね寄ってるプラス、これブラッシングしてるんですよ。一応あのホコリはね当然他の靴と同じく溜まるんでね、ブラッシングしてるんですけど、こういうつま先の部分とか先芯が入ってる部分に関しては、多分この毛足がねこう結構より強く摩擦が入っちゃうんで、ちょっと多分切れたり抜けたりしてるんですよね。なので完全に寝ちゃってたりとか、もうあのここのとかね若干テカってるんですけど、これあとここの部分ね、この辺の、まあ、簡単に言うと凹凸でいうところの、まあ、凸の部分、ちょっとこう出っ張る部分に関しては、まあ、毛足が寝やすいないし、ブラッシングによってこうちょっと削れちゃったりして、まあ、色が濃くなってちょっと鈍いツヤが出るっていうのがスレートミュールスキナーの、まあ、特徴というか1年間履いてきた感想かなと。で、あの僕の靴ね、あのちょくちょくメンテナンス会で話してるんですけど、かかとの内側が靴同士でこう当たって擦れちゃうんですよね。ここもだから同じようなことが起きてます。動画でねオイルアップやって以来は特になんか油分を注入したりみたいなことはしないんですよ。本当にブラッシングだけなんですけど、やっぱね一番ね可愛かったはずなんですけど、一番渋い成長を遂げてるなというふうに思いました。なので最初はなんかカジュアルな雰囲気、このアイアンレンジャーっていうこのワークブーツ前としたこのスタイリングを持ってしても隠しきれないぐらいのなんかこう可愛いなっていう感じの雰囲気が徐々にねイケオジになってきてるんですよ、この靴。本当に色もね、いわゆる普通のスレート、普通のミュールスキナーって、まあ、ちょっと茶色ベースの色味なんですけど、これ、まあ、チャコールグレーみたいな色からスタートしてて、ちょっとね焼けたのかな、若干ブラウンも今入ってるんですけど、そうなのでその色味も相まって、なんか化ける要素っていうのをすごく持ってるブーツですね。まあ正直まだ1年しか履いてないんで、これも全然まだエイジングの途中だと思うんですけど、なんかこれからまたなんだろう、より渋く、よりこうくちゃっとした感じ、だからもうボロボロのワークパンツとかあのデニム太めのねと多分相性は抜群だろうな、になっていくだろうなっていう風に感じる一足ですね。なのであの今現行で持ってるブーツ、まあ、他のブーツってもうかなり履き込んじゃってるんで、ある程度エイジングのそのゴールっていうのも見えてきてるところではあるんですけど、これに関してはまだまだいけるなと。デニムとねこれ一緒に履いてて、デニムがこれ擦れてね、ちょっとこの辺が青くなってる、これカビじゃなくてこれインディゴがちょっと映っちゃってるんですけど、なんかそういうねその人のスタイリングっていうところもちょっとこう反映され やすいんじゃないかなというふうに思いますね。で、次が、履き心地っていうところに関してなんですけど、最初にちょろっと話した、何もつけずに履き始めたという話なんですけど、崩れしなかったんですよね。あの正直これまで履いてきた全ての革靴の中で多分一番履きやすかったですね。あの柔らかかったです、レザーが。これまでだとベックマンがもう1位の座にいたんですけど、交代、もうこいつが1位ですね今。なのでアメカジライクなブーツが欲しい、でもちょっと硬いのはなっていう方は、柔らかさだけで話したらこれはおすすめです。多分アイアンレンジャーってアッパーのレザーいろんな種類あるんですよ、まあ、ラフタフもあるし、さっき言ったね、ミュール好きな茶色の方とか、あとブラッククロムもあったかな、なんか黒いやつねとか、そういろいろあるんですけど、その中でも多分ダントツでこれ柔らかいですね。試着したんですけど、僕もなんですけど一番履きやすかったですね。地面にこう足を置いた時の初言だと思うんですけど、まあこのソール、ビムラムのミニラグですね、あのベックマンソールとかってあのミッドソールがあってね、ちょっと分厚いんですけど、これないんですよ。なので横から見たこの印象、
まあ、外見的な印象もそうですけど、履き心地的な面でもなんかねブレがないというか、結構衝撃を直に感じるって言っちゃうと痛いんじゃないっていうふうに思うと思うんですけど、ことブーツに関しては僕そうじゃないと思ってて、ちゃんとその衝撃、地面にこう設置した時の衝撃が伝わるっていうのはかえってその足の疲れというか、ブーツ履いた時の疲れっていうのは軽減してくれるなっていうふうに体感的に感じているので、なので、まあ、疲れにくいなっていう印象です、この靴に関しては。なので一日こう仕事でねこれ履いてても全然その足の疲れっていうのを感じないし、うん、まあ、旅行とかちょっと遠出するっていう時に関してもこれはすごく良かったですね。なんか特別痛かった思い出とか、なんかしんどかった思い出っていうのが一切ないなと思って、まあ、多分それゆえに、まあ、ちょっと登板回数もねちょっと多くて、あとプラス、まあ、このスピードフックですね、僕の持ってる中だと、まあ、フラットボックスがそうなんですけど、やっぱりこのスピードフックで、さらにフラットボックスは、ロービキの平紐なんですけど、これナイロンの丸紐なんですよ。なので、まあ、着脱がめちゃくちゃ早い、めちゃくちゃ楽、まあ、そういったところも、まあ、そのよく手がこう伸びやすい要因かなと思いましたね、まあ、これはこのまま履き込んでいって、なんかねちょっと汚れすら楽しむというか、他の僕が持ってる革靴とはちょっとこうスタンスの違うブーツなので、なんか唯一無二のエイジングをこれから先もしてくれるんじゃないかなと思います。ということで今回はこちらの、アイアンレンジャーのスレートミュールスキナーですね、8087の1年間のエイジング報告でした。これ今売ってんのかな。いやなんか最近ね結構そのいろんなインスタだったりとか、まあ、YouTube のコメントもそうですけど、手に入らないっていう話を、まあ、このアイアンレンジャーに限らずですけど、いろんな、レッドウィングの靴でねなかなかないんですよっていう話を聞くので、これ今あるのかな、ちょっとわかんないんですけど、もし見かけたらちょっと一回試着してみてほしいですね。ちょっとアイアンレンジャー迷ってんだよねって人だったら、これ僕はかなりおすすめです。あ、特にそうだ、もう一個話したかったのが、まあ、メンテフリーではないんですけど、そのメンテフリー、メンテナンスのしてなさ、うん、っていうところが表に出にくい靴なんで、これスムースレザーってねほっとくとホコリたまるんで、パッと見でもわかるんですよ、くすんでくし。そうなんですけど、これに関しては正直くすんでるのが常というかくすんだ感じっていうのを売りにしてるんで、なんでメンテナンスあんまやりたくないなっていう人に関しては、に関してはっていうか、まあそういう言い方するとあれですけど、まあ、メンテフリーでも履きたいっていう人はいいんじゃないかなと思いましたね。以上、このブーツのエイジング報告会でした。まだね他にもちょっとお話ししてない靴たちがまだいるんでね、ちょっとここからちょっとエイジングを追っていこうかなと思います。気になるなという人はグッドとチャンネル登録の方お願いいたします。バイバイ。